東京電力福島原子力発電所事故に係る両議員の議員運営委員会の合同協議会が所在する国会議事堂東京電力福島原子力発電所事故に係る両議員の議員運営委員会の合同協議会は日本の国会に設置される機関衆議院及び参議院による合同協議会である日本の国会に設置される機関であり 衆議院及び参議院の両院による合同協議会である。2011年3月11日の東北地方、太平洋沖地震に伴う福島第一原子力発電所事故の発生を受け国会に設置された。設置根拠は国会法東京電力福島原子力発電所事故に係る両議院の議員運営委員会の合同協議会規定などに基づく。 東京電力福島原子力発電所事故に係る両議員の議員運営委員会の合同協議会は東京電力福島原子力発電所事故調査委員会を構成する委員長や委員を推薦する。また東京電力福島原子力発電所事故調査委員会からの要請に基づき国政調査権を発動し国政に関する調査を実施する。なお、 東京電力福島原子力発電所事故に係る、両議員の議員運営委員会の合同協議会は、東京電力福島原子力発電所事故、調査委員会法に基づき、東京電力福島原子力発電所事故、調査委員会が設置されている時のみ、国会に置かれることになっている。東京電力福島原子力発電所事故に係る、両議員の議員運営委員会の合同協議会は、 30名の委員により構成される。その内訳は衆議院議員15名、参議院議員15名となっている。衆議院側の委員15名は衆議院議員運営委員会の委員長、理事、委員の中から衆議院議長の指名により選任される。同様に参議院側の委員15名は参議院議員運営委員会の委員長、理事、委員の中から 参議院議長の指名により選任される。東京電力福島原子力発電所事故に係る両議員の議員運営委員会の合同協議会には会長が1名置かれる。会長は委員の5選により選出され合同協議会を代表するとともに議事を整理する。また会長の所属する議員に属していない委員の中から会長代理が1名置かれる。会長代理は 会長の指名により選出され、会長に事故があるときに会長に代わって、職務を行う。なお、東京電力福島原子力発電所事故に係る、両議員の議員運営委員会の合同協議会は、委員の割り当てがなかった会派に所属する、国会議員を、委員外議員として選任することができる。ただし、委員外議員の選任にあたっては、当該国会議員の所属する議員の議長の承認が、 必要となる。委員会議員は正式な委員ではないものの、東京電力福島原子力発電所事故に係る、両議員の議員運営委員会の合同協議会の会議に出席することができる。2011年3月11日、東北地方太平洋沖地震に伴い、福島第一原子力発電所事故が発生した。これを受け、 第179回国会にて改正国会法と東京電力福島原子力発電所事故調査委員会法が可決、成立した。また、東京電力福島原子力発電所事故に係る両議員の議員運営委員会の合同協議会規定が両院で議決された。2011年11月2日、第1回会議が開催され、 衆議院議員運営委員長の小平忠正が初代会長に選任された。また、会長の小平は、参議院議員運営委員長の鶴穂洋介を会長代理に指名した。その他、幹事や委員会議員が選任された。同年12月1日の第2回会議では、東京電力福島原子力発電所事故、調査委員会の委員長、及び委員の推薦を決定した。 ありがとうございます。